よろしいでしょうか。それでは枝野代表のお手入れ会見を行います。どうも代表からよろしくお願いします。はい、皆さんお疲れ様でございます。まず本日で解除される予定だった東京など9都道府県に対する緊急事態宣言の延長が決まりました。総理はこの今回3回目となった緊急事態宣言の発令にあたり、効果的な対策を短期間集中で実施し、ウイルスの勢いを抑え込むとおっしゃっておられました。残念ながら全国の重症者の皆さんの数、あるいは亡くなられた方の数、高止まりとなり、また多くの地域で引き続き感染者は増加傾向にあります。総理の短期集中で、実施し、ウイルスの勢いを抑え込むという結果とは逆の結果になったと言わざるを得ません。これまでも繰り返してまいりましたが、今回の第4波は感染が十分に収まっていない段階で、私たちが明確に反対したにもかかわらず宣言などを解除した、そこに原因があります。したがって人災と言わざるを得ません。3月1日以降だけでも5000人以上の方がお亡くなりになっているという事態を重く受け止めていただかなければならないというふうに思っています。また宣言や重点措置の発令延長が繰り返されてきた地域では、特にお酒類を提供する事業者を中心に、今年になってまともに営業できた日がほとんどありません。こうした業者にとどまらずですね、観光関連などをはじめとしてですね、途端の苦しみを味わっている事業者の皆さんがあまたおられます。これらの皆さんも政権の失敗による犠牲者と考えられています。考えられます。国民の命と暮らしを守るという対応になっていないと言わざるを得ませんし、またこれは国直接の対応ではありませんが、こうした皆さんに対するいわゆる協力金、額自体もわずか微々たるものと言わざるを得ないケースがほとんどでありますが、それが届いてもいないという話が各所で聞こえてきています。直接施行しているのは自治体任せになっていますが、やはり国として緊急事態宣言等を出しているわけですから、こうしたことに対してですね、自治体をきちんとやらせるのか、あるいは私どもが申し上げている通り、国としてしっかりと事実上の保障を行うべきであるというふうに思っております。国会は6月16日までの会期となっていますが、緊急事態宣言などの延長によって、6月20日の宣言期間が切れる前に国会が閉じることになってしまいます。さらなる延長が必要であるのかどうか、あるいはこの延長に伴う対策などについて何ら対応が示されることなく、また感染が収まっていない場合、あるいは第5波が生じた場合に対する迅速な対応などを考えると、国会を閉じることは全く理解不能であります。そもそも今年度の今施行されている予算には、今回の緊急事態宣言はおろか、1月に発令された2回目の緊急事態宣言の対策も含まれていません。予算編成されたのは12月です。首都圏、近畿圏をはじめ、国民に不自由な生活をお願いし、事業者に極めて厳しい環境を迫っているという状況を支援をしていくためには、会期を延長して補正予算を編成審議するのは当然のことであるというふうに思っております。すでに我が党として持続化給付金の再給付や、経済的に苦しい子育て家庭への再給付など提案をしています。何度となく野党には対案がないというデマを撒き散らされてまいりましたが、政府与党こそ対案がないと強く申し上げたいというふうに思っております。
もう1点だけ、西村智奈美議員なども中心になっていただいて与党と調整を行ってきたいわゆる LGBT 法案についてでございます。内容については各党で、合意がなされたにもかかわらず、残念ながら自民党では三役一任となったと承知をしております。国会日程上無理だという発言が聞こえてきておりますが、だとしたら今取り沙汰されているたくさんの議員立法があります。与野党で一致をすればこれから国会に提出される議員立法を成立させる見込みの中で、さまざまな議員立法の最後の詰めがなされておりますが、今国会にかかってない議員立法を全部無理だと諦めるんでしょうか。LGBT 法案だけ国会日程のせいにするというのはこれこそまさに恣意的だと言わざるを得ません。 LGBT 法案が無理ならば他の今出していない一致している議員立法も、あるいはこれから一致させようという議員立法も全部無理じゃないですか。こんな恣意的な理由は到底認めることはできませんし、先ほど申しました通り日程足りないなら延長すればいいだけの話であります。我々としては国会審議のあり方、あるいは延長などについて柔軟に協議に応じて、なんとかこの国会中に成立させたいと思っています。特に、LGBT などに対する差別をしてはいけないということは、オリンピックの理念として主催国としてこうした法整備を本当に開催するならば開催前に作っておかなければならないというのが与野党一致した共通の考え方であります。また IOC からのこれは一つの我が国に課せられた責務であるというふうに思っています。 IOC の幹部と称する人の暴言を、放置をする一方で、 IOC として各国にこれまでも迫ってきた真っ当な要請を答えないというのは何なんだということも強く申し上げておきたいというふうに思っております。私からは以上です。それでは質疑に入ります。社名とお名前を持って一問一答でお願いいたします。では挙手をお願いいたします。NHK さんで宮崎さん。NHK の佐久間です。よろしくお願いします。今報道代表は国会の会期の延長についてご言及ありましたけれども、補正予算の審議等も言及されてましたが、延長幅については、都議選の関係もありますが大体どれくらいを延長すべきだというお考えでしょうか。またですね、延長に伴う関係するかどうかもありますけれども、内閣信任決議案についてですね、提出のお考えはあるのかどうかということを教えていただきます。はい、都議選やってる間に国会審議しちゃいけないなんてルールはないし、過去にも私の経験でも国会開会中に都議選やった記憶があります。ましてやオリンピックやってるから国会は開けないなんて理由は全くありません。オリンピックやってる時も国会で予算審議すればいいんですから。本来であればこうした国家の危機の状況ですから通年国会にすべきである、つまり12月31日まで会期にしていい状況だと、延長すべき状況だというふうに思いますが、それは自民党さんにも総裁任期などいろいろあるようですから、少なくとも3ヶ月程度の延長は必要だというふうに思っています。不信任については、この延長問題であるとか補正予算問題などについての政府与党の対応を見極めながら判断をしていくという状況かなというふうに思っています。ごめんなさい、追加なんですけども、重要土地法規制、重要土地規制法案が、この内閣委員会で成立し、明日本会議にかかる予定ですけれども、これについては代表の受け止めをお願いします。国会審議の中でもですね、立法事実、なぜこの法律が必要なのかということは全く説明されていませんし、根拠がない法律になっている。それから、その適用範囲、運用範囲について全く白紙委任をするような中身になっていると、審議自体が到底足りないという状況での採決は許されるものではないというふうに思っています。あとは国対の方で適切に対応してくれるものと思っています。
私から最後なんですけれども、代表、この前BS のテレビ番組においてですね、国民民主党さんにはですね、次の衆議院選挙を見据えてですね、連立を呼びかけていくというような趣旨の話がありました。社民党や共産党はどうかという話とですね、今後どのようなスケジュール感でですね、話が進んでいくのかという今時点 の現状をお聞かせいただければと思います。いずれも相手のもあることですので、私の思いだけを一方的にお話をするのは円滑な連携に差し支えるので控えたいと思います。フリーランスで宮崎の免許です。一言だけお誕生日おめでとうございます。国民投票法を改正する法律案の衆議院における、修正、立憲民主党主導の修正という言い方でいいかと思うんですが、この解釈についてなんですけれども、国民投票法の施行後3年をめどに、CM 規制ですとか、インターネット有料広告規制ですとか、そういったものについて、国は検討を加え、必要な法制上の措置、その他の措置を講ずるものという、その1項が入るだけの修正なんですが、これの解釈なんですが、いろいろな政治ですから、いろんな読み方もできるかと思うんですが、国が CM 規制など、国民投票の、公平および公正に関する検討を3年後に加えるということは、読みようによっては、これから3年間、国会は憲法改正の発議を、できないということなのかなというようなところを、その読み方も、一面できるかと思います。そこの立憲民主党代表の立場としてですね、主語はやや大きいですが、国はこれから3年間改憲を発議できないのか、また解散直後の衆議院憲法審査会で例えば会長や会長代理を選んだりする衆議院憲法審査会、今年中に必ずありますが、そういったものにも応じないというようなこともあり得るのか、いかがでしょうか。まず法律の解釈ですので、政治がいろいろ言って、それは参考資料にはなりますが、法解釈とは客観的に出されるものです。で、一応弁護士として客観的に申し上げますと、この法律は、法律案は成立をした場合、現行国民投票法に重大な欠陥がある、公平公正という観点から重大な欠陥があることを法律自体、立法者自体が認めている法律であるということは法解釈上明確です。つまり重大な欠陥がある法律を使った国民投票法を、この法律を根拠に使うことは欠陥のある国民投票を実行するということ、これが法解釈の必然だというふうに思っています。やはり確認ですが、向こう3年間あれ、9月に施行のようですから、2024年の9月とか、そこまで着手定義でなくてもいいですが、大体2024年の秋ぐらいまでに憲法改正の発議はないし、そもそも議論にも応じないということでしょうか。法律の解釈と国会で議論をするかどうかというのは別次元の問題だと思っています。しかし、国民投票法が公正、公平な国民投票ができないのに発議をすることは、普通はナンセンスなことだというふうに思っていますし、その公正公平でないという重大な欠陥を補うことにこそ、まずは全力を傾けるのが常識的な判断だというふうに思っています。大事なんで、もう一回だけさらっと言うと、なりますと、施行後3年をめどに検討ですけれども、それより早く検討することは、それは当然、法律の解釈としてそれはあり得ます。はい、ありがとうございました。フランス店の及川と申します。経済財政調査会、先週から、ヒアリングを終えて、いよいよ経済ビジョンの政策取りまとめに入りました。先々週の江田健司さんの会見では、当面の景気浮揚策として、消費税減税、一律給付金10万円、そして、中間層以下への所得税ゼロというメニューを江田さんは出すとおっしゃって、そのメニューの中から、代表が何をすべきか選ばれるというお話でした。
枝野代表は、まあ、消費税減税、所得税ゼロ、一律給付金10万円再給付についてどうお考えか、3つやるべきか、あるいはその中から選ぶべきかということと、あともう1点が、参議院選挙の前は、立憲経済ビジョンということで、政調会長、幹事長、代表が経済政策に絞って、会見をされましたが、そのようなおつもりはお考えなのか、以上に1点お願いします。はい、1点目ですが、今の3つのメニューを掲げて、こうしたものをどう組み合わせていくのかということは、これは去年の秋の国会だったかな、代表質問で私自身が提案をしております。したがって枝調査会長代表代行ともですね、いろいろ相談をしながら進めていっておりますので、調査会としてきちっとまとめていただくことをまずお待ちをしたいと思っています。その上で、それは例えばいつ選挙になるのか、いつ政権をお預かりできるのかによって、経済というのは本当に日々動いていますので、その状況を見極めながら、最終的なパッケージにしていきたいと思っています。後者についてはですね、枝さんのもとで調査会進めていただいている一方で、党としても、まあ、いわゆる政権構想の検討議論を進めております。そこでの議論ではですね、全部まとめて発表するというよりもですね、まとまったものから一つずつ私が発表していくという形がいいんではないかと、確定ではありませんが、まあ、そんなことも検討しておりますので、まあ、いずれかの段階で私から経済政策を含めて選挙に向けて何をどう訴えていくのかということはお伝えをする機会ができると思います。確認ですが、枝野さんお一人で、まあ、参議院選挙の前は大阪政調会長福山さんが並ばれて枝野さんが主に発表するという感じでしたが、今現段階では枝野さんお一人で説明されるという感じでしょうか。それは、まあ、実際に具体的な発表のプロセスまでまだ考えておりませんが、まあ、政権選択選挙ですので、私を総理に選んでくださいという選挙ですので、私が発表するのが望ましいと私は思っています。わかりました。楽しみにしています。他は何でしょうか。小林さんで、あとはそちらの中で横田さん。共同通信の前です。よろしくお願いします。東京五輪の開催についてお伺いします。都議会の立憲民主党会派は中止や再延期を求めるという姿勢でおられますけれども、選手団の入国が始まる状況にありまして、日々の感染状況を踏まえて代表として改めて五輪開催に対する考え方をお聞かせください。とにかく日本国の政府は、あるいは日本国の総理大臣は、国民の生命と暮らしを守ることが最優先の使命であると。したがって国民の生命や暮らしを守れないのであればですね、断念せざるを得ないという状況は変わっていないと。現時点でいまだにこれだから国民の生命や暮らしをさらにリスクを高めるということになりませんよという説明はいただいていません。ワクチン接種の進捗状況と合わせて考えるという視点ではいかがでしょうか。だってワクチン接種7月までで高齢者だけでしょ。全然それが意味を持つとは思えないし、それは選手やコーチは受けられるとかいうことはあるかもしれませんし、その周辺一定数はあるかもしれませんけれども、でいわゆるバブル方式と言われていますけど、本当にもうすでに各国から来られている方、本当にバブルにきちっと中に閉じ込めることできてるんですかね。これから来る報道関係者の皆さんをすべてバブルの中に閉じ込めることできるんですかね。そうしたことについての説明をきちっと説得力ある形でしていただかなければならないし、それこそこれはさみだれじゃダメで、もうきちっとまとめて発表していただかなきゃいけないと思っています。重ねてですが、緊急事態宣言下でも開催が可能なのかという論点も一つあるかと思うんですけれども、先ほど代表さらなる延長が必要かどうかを考える必要もあるというような趣旨の発言なさってますけれども、緊急事態宣言の解除のあり方についてお伺いします。この再発令の事態を招かぬようにするためにはどういった判断が必要なのか、このインド株ですとかさらなる変種の対応という視点もあるかと思いますが、お考えを聞かせください。美術館とかですね、百貨店まで開かないでくれと、映画館も開かないでくれと言いながらオリンピックをやるってことはちょっと常識では考えられない
ですよね。オリンピックやるということは、まあ、その大人数で集まって酒飲んでどんちゃん騒ぎするっていうのは遠慮してくださいということはあるかもしれないけど、それは例えば普通に静かに食事するとか、食事の時に、例えば洋食食べるならワイン一杯飲むとか、和食なら日本酒一杯いちご飲むとか、そうしたことができない状況でオリンピックだからやるって普通は考えられないですよ。中国新聞の桑原です。歳費法に関連して伺います。本日党のワーキングチームの小西座長が、自民公明両党の議員に協議の申し入れをしました。川井夫妻のようなケースで歳費法返納をカウントする法律の成立に向けて、先ほども会計延長の話が少しありましたが、今のところ今国会は残りわずかとなっています。こうした点で代表はどのような進め方が望ましいというふうにお考えでしょうか。もうまずそれこそ政府与党で自公で案まとめてきてほしいですし、 LGBT 法案がこの国会間に合わないならこれも間に合わないですよね。フリーの横田はじめですけども、水際対策、行動制限が今の政府のやり方で、十分なのかどうか実効性について、確認したいのと、国会で外国人記者は忖度しないということで、これは5人以外に全国各地を回る可能性が高いという意味なのかというのが確認と、あと都議選でこの5人について、どう訴えて、中止再延期の民意の受け皿になるのかどうかについてお伺いしたいんですが、都議選はですね、皆さんも注目されるし、まあ、国民の皆さんも注目されるの当然だと思いますが、東京といえども一地方公共団体です。いつも申し上げていますから。したがってもちろん党の方針と違うことをされれば指導しますが、基本的には都連にお尋ねください。それから一つ目の点については、我々はかなり早い段階から、少なくとも10日、そして10日はホテルなどで事実上の隔離をきちっと徹底しないといけないと、そしてその10日間の間で3回の PCR 検査、抗原検査じゃありませんが必要であるというきちっとした案を示していますが、政府与党の方にこそ案がない、対案がないという状況で、なし崩し的にいろんなものが進んでいるのを大変残念に思っています。2点目なんだっけな、行動制限の実効性ですか。はい、まあ選手村とかですね、あるいはその選手団チームとしてであるならば、こういう範囲の中で行動してくださいということを言って守っていただける可能性は十分あると思いますが、じゃあ本当に報道関係の皆さんなどが全員きちっとその要請に従ってるかどうか、誰がどうやってチェックするんですかと、チェックのしようがないじゃないですか。しかも満タイですよね、その選手コーチ以外で入ってくる方、報道だけではなくてですね、そんな水際対策はありえないというふうに思います。そうです。あるの水際対策のまま五輪開催を強行すれば感染爆発のリスクは十分あると。したがってそうじゃないというなら菅さんにこそ説明責任があると思います。はい、ありがとうございます。じゃあ前西さん、こちら、あと、はい、こちら山本さん、山本、毎日新聞の宮原です。6月9日に党首討論の開催が決定しましたけれども、まあ、合同発言の中でも、会期の延長についてであったりとか、あとは補正予算についても触れられましたが、まあ、あとオリンピックの問題も、まあ、これまで触れられている通り、まあ、大きな話題になるのかなとも思いますが、まあ、6月9日までまだちょっと時間はあるんですけれども、今のところどういったことが議題になってくるか、どういったことを主張していきたいかというところをお願いします。ごめんなさい、本当に白紙です。今週の金曜日ぐらいになったら少し考えます。すいません、J キャスのことですけども、今の、毎日さんの質問の関連なんですけども、内容はちょっとこれから白紙ということなんですけども、18年の党首討論の後にですね、まあ、その安倍前総理が過去の記録を読んだり、時間を潰したりすると、そういうことや、今の党首討論という制度の歴史的意義は終えたと、まあ、そういったことをおっしゃってたわけですけれども、まあ、今もその認識は変わりないか、それともその総理が変わったので、多少まあ意義が出てくるかどうか、そのあたり、党首討論というそのフォーマットといいますか、そういうものへのまあ意義をどう考えるか、お願いします。
はい、まあ、菅さんがどう真摯にですね、対応していただけるのかによって変わってくるだろうというのが一つです。ただもう一つはですね、こうなんか1年に1遍ぐらいやったのでは僕はあまり意味がないと。やっぱりクエスチョンタイムってやっぱり毎週のようにやるから意味があるんで、したがってですね、1回30分、例えばまあ多分私の持ち時間30分程度だと思いますが、その30分で詰め切れなくてもまた次の週同じテーマを問いただすことができる、あるいは議論を深めることができると。イギリスのクエスチョンタイムってやっぱりそういうものではないかと認識をしていますので、意味を持たせるためには毎週のように開かなきゃいけないというふうに思っています。じゃあ次、読売新聞の田村です。よろしくお願いします。NHK さんの質問とちょっとかぶってしまうんですけれども、先日の BS テレ朝で国民民主党と連立を目指すと発言されたことについて、私の記憶の中では代表がここまで明言されたのは初めてだと思うんですけれども、現状で、相手があるので、コメントできないということでしたけれども、仮に政権取った場合ですね、国民民主党さんとまず政権の枠組みどのように考えているのかというのを改めてお考えをぜひお聞かせください。相手のあることですので、発言であれば、玉木さんから抗議は来ないだろうなという判断をしたので、ああいう発言をしたというところに留めたいと思います。これ以上何か申し上げるためには、やっぱり相手のあることですから、それなりの備えをした上で、根回しをした上でないと勝手に申し上げるべきではないと思っています。もう一個合わせるなんですけれども、玉木さんよく共産党が、枠組みに入る政権には入れないという趣旨のご発言を繰り返されてますけれども、この共産党さんの関係については現状、相手のあることですので、私の方から一方的に話すということは基本的にはないことだと思っております。この前立憲側4人と、共産党側4人がおのおので会談して、それが公式書店から本が出ることになったら、連合さんからの、クレームかどうか知りませんけども、延期になったということについて、これをどう思いますか、それからどのように代表の耳のもとに伝わってますか。詳細承知していませんので、ちょっとなかなかコメントがしにくいと思います。山口二郎さんなり当事者の議員の方にお尋ねいただければと思います。それを私は C さんにも聞いたんですけども、 C さんは知らないと言うんですけども、実際知っておいてほしいものなんですけども、本当に知らないんですか。私が本を出すのもですね、役員室長と幹事長は知ってましたけど、我が党の議員別に誰も知らない、事前にこういうの出しますよなんて相談してません。はい、よろしいですか。それから、都議選ですけども、実際始まっているんですけども、共産党さんはオリンピック、今回のオリンピックは反対ということを大々的にスローガンにしてやってますけども、共産党さんとはある意味で、選挙協力、ある意味でですね、あるようなことを聞いてますけども、立憲さんの、候補者の、ところに行くと、そこはまだはっきりとは言ってませんけども、これは、都議選の公約、なんか今日5時頃から、手塚さんなんか発表するらしいんですけども、今回のオリンピック中止ということは入れる予定にしてますか。今、党本部としてのスタンスは、国民の命や暮らしを守れないのであれば、断念すべきであるし、ちゃんと守れるというならば、きちっと説明責任を果たすべきだというのが、今日先ほど申しました通り、立憲民主党本部としての見解ですので、その幅の中で、特に当事県、地域ですか、当事地域ですから、主催都市ですから、都連として最終判断をされているんだと承知をしています。
よろしくお願いします。そして、してください。サイン、はい、戻りますけども、まあ、誰がですね、この出版の延期を決めたか、休止かということは分かりませんけども、まあ、ここに、出た実験の人から、私は取材したところ、まあ、上の人間から呼ばれたと言うんですけども、ある意味でですね、これ、出版の自由を犯すということなんですけども、それについてはどう思いますか？少なくともその事実関係自体、私、承知してませんので、なんとも申し上げられません。これはもうとても大切な問題だと思うんですけども、よく知るようにしてくださいというのが私の希望です。うん、というか、あの山口先生に取材をされるのが一番よろしいんじゃないでしょうか。はい、他おられますか、どうぞお願いします。そちら1名と、他、じゃその次、で最後、あずみさんで最後ですね。はい、4番目。朝日新聞の木原と言います。よろしくお願いいたします。先ほどの発言にあった不信任の件なんですけれども、先ほどの代表、延長とあと補正予算という2つを挙げられました。これ逆に言うとですね、今自民党の中からも特に補正予算なんかを求めることも出ています。でこれ逆に言うと、延長がない場合、また補正予算を組まない場合というのは不信任の、に値するその条件になるというふうにお考えということでしょうか。不信任というのは、国会において野党の持っている、最も強力な手段でありますので、何か2つか3つの要件だけでシンプルに判断できるものではありません。延長や補正のことも重要な要素として総合判断するということです。関連でなんですけども、あ、入ってないじゃん。声が小さいですね。大きな声で。すみません。これぜひちょっと枝野さんに前々から聞きたかったんですけれども、政権のコロナ対応に対して特になってないということをずっとおっしゃっていて、でそれに共感される国民の方もたくさんいるんだと思います。でその一方で不信任案に対しては慎重なのかなというふうにずっと聞いてるんですけれども、例えばですね、秋までに必ず選挙がある中でコロナの状況がその選挙が例え任期満了になって実施されたとしてもどうなるか分からない、その中で早く解散をし、不信任を出してですね、解散を迫ることによって一日も早く立憲民主党政権を誕生させることの方が国民のためになるというふうにどうして思われないのか、その辺の考え。いや、別にそう思ってないわけじゃなくて、総合判断している中で、5月10日の段階では不信任を出す状況ではないということを私は明確に申し上げました。しかし現時点ではさまざまなものを総合判断をしていく、そういう時期に入ってきているというふうに申し上げています。今のようなご指摘も総合判断の中の一つの有力なファクターです。はい、別件ではすみません1件だけ、各社の報道でですね、五輪の観客を入れる際に PCR 検査の陰性証明を提示するように求める方針だということが報じられていますけれども、そもそも PCR 検査ってですね、何かこうワクチンパスポートのように使うようなことが想定されるのではなくて、陽性の方を見つけて適切に対処するはずためのもののはずなんですけれども、こうした方針が出ることに対するご見解と、もしその観客を入れる場合にならばどうしたらいいのかということで、1年以上前からですね、幅広く PCR 検査を行うことでですね、もちろん検査を受けた後に感染するとか、検査の時にはまだ反応しない感染者の方がいらっしゃるとかということがあるので 100% ではないけれども、例えば GoTo キャンペーンなどをやるよりはもう幅広く繰り返し PCR 検査をする方が経済活動はやりやすい、感染を抑えながらやりやすいというのは我々1年以上前から申し上げてきたのを、今のようなその、偽陰性、みたいな話を言ってですね、ずっとこれを拒否して PCR 検査を増やしてこなかったのは今の政府です。それに対する反省をおっしゃっていただかないとですね、今更オリンピックだけやるのかと、じゃあオリンピックが終わったら他どうするんですかと、例えば旅行に行きたいとか、ね、帰省したいという人はオリンピックの観客と同じ条件でちゃんと PCR 検査やってくださいよと、
そういうことをやっぱりパッケージで言っていただかないといけないというふうに思います。だからもう一つは、私はその議員生、先ほど広い意味での議員生、つまり検査後に感染するケースや検査の時点ではまだ感染直後で反応しないケースなどはありますが、僕は一定の効果あると思うんですが、しかしですね、満単位でお客さん入れるみたいな話のところではその漏れの効果がでかすぎるというふうに思います。したがってどれぐらいの効果がその満単位で例えばお客さんを入れるという判断をするのであるならば、本当にそれが感染拡大につながらないのかということはきちっとやらなければいけないというふうに思います。だからまあ私観客の話が出たので合わせて申し上げると、とにかくまだですね、都内の公立の小中学生に強制的に感染させるという話がどうも消えてないようです。これは絶対にやめてもらわないと困ると、私も中学3年生の公立の子供を持っている親として、参加しないと欠席扱いみたいな、あるいは内申点に響くみたいな話で強制的に感染させるということは絶対に許されない、それこそ人権侵害だというふうに強く感じています。産経新聞田中です。立て続けに内閣不信任決議案の質問で恐縮なんです。5月19日の出版の記者会見では、その宣言、緊急事態宣言の解除を一つの目安になると、今の感染爆発、医療崩壊状況では提出できないとおっしゃってましたけれども、その後、政府の方が来月20日まで宣言を延長しましたので、会期いっぱいは、延長しない限りは、会期いっぱいは、宣言が続くという状況になりまして、改めて伺いたいんですが、この緊急事態宣言が続いている会期内に、内閣不信任案を提出できると、提出するお考えがあるのか。可能性はゼロではない。一つの大きな判断要素ではあります。緊急事態宣言が出ているかどうかというのは判断要素であるという基本認識は変わりません。しかし先ほどの朝日さんの質問のようにですね、このままだとおそらく11月半ばまで緊急事態宣言は出ているか出ていないかにはかかわらず、ほぼ同じような感染状況の中でいずれにしろ選挙しなせざるを得ない状況になりつつあるというのは5月10日の判断とはだいぶ違っていると。だとしたらやっぱり早く選挙をやってですね、しっかりとした体制を作った方が感染抑制のためにもいいんではないかという要素は強まっているというのが10日との違いであり、そうした可能性も視野に入れた19日の発言です。共産党さんからは政権を一緒に共にするよ呼びかけられているわけですけれども、でその代表は枝野ビジョンでも自分は保守本流であるとおっしゃっています。で、先般 C 代表は、C 委員長はですね、私は共産主義者ですからそこは違いますというふうにおっしゃってましたけれども、まあ、その交渉状況は相手のある状況なんで言えないと思いますが、まあ、一般論として保守本流の枝野政権で共産主義者である C さんに協力を求めると、政権を共にするというのは可能だと思われる。なかなか一般論として申し上げられる話ではないというふうに思います。さまざまなところで、特に足元の具体的な政策のところではですね、これまでも連携協力してきているところが多々ありますし、今後もそういうところが少なくとも当面考えたときにはあるだろうというふうに思っています。一方で、保守か共産主義かという、そういう概念の問題にとどまらず、やはり日米安保の捉え方とか天皇制などに対しては決定的に考え方が違うということは従来から申し上げています。そうしたことの中で何ができて何ができないのかというようなことについては、しっかりと考えて判断していかなきゃならないと思っています。フリーランスの安住です。東京の件なんですけども、多分他の都道府県ももしかしたらあるかもしれないんですが、25日からの緊急事態宣言なんですけども、緊急事態宣言にもかかわらず、やっぱり飲食店の中には営業しているところも結構あり
ありまして、その中の一つの理由としては、その前に東京はマンボウあったんですけども、マンボウに協力しなかったお店はですね、緊急事態宣言の時に自粛に協力しても協力金が出ないというそうです。まあ言ったらマンボウに協力しなかったら罰みたいなところで支給されていないということなんですが、そもそもマンボウは協力しなかったら、過料が20万、それから緊急事態宣言の場合は過料が30万ということで、緊急事態宣言の方が本来だったら厳しいわけなんですけども、マンボウに協力しないからといって緊急事態宣言よりももっと、ひどく厳しい措置を、飲食店に課している。確かに飲食店がその行政に対して従わないということは、良くないことなのかもしれないですけども、やっぱりその飲食店自体もですね、別に違法行為を犯したいわけではなくって、それぞれ生活のためにやむなく判断してやってることであって、それをなおさら追い詰めているっていうような、そういった行政の一つの形なんですけども、こういうことについて、一つ東京の例なんですけども、もしかしたらこともあるかもしれないということでちょっとお聞きしたいと思います。本当にですね、各校に従っていただけなかったということを理由に、現状は従うつもりなのに協力金のところでペナルティー課すというような運用をしていたら、それは何のための感染対策なのかということについて理解が全く欠けている行政であると断じざるを得ません。いかに営業しないでいただくのかということのために、場合によっては過料過ち料という制度を入れているのであるし、また協力金でお願いをしているのであって、過去に従わなかったケースがあっても、現状従ってもらうところが多い方が感染対策としては効果あるわけで、刑事罰と違うのは悪いことをした、本質的に悪いことをしたというペナルティーではないわけですから、過ち料というのはみんなに従っていただいた方が全体の福祉になるからということで、過ち料という制度があるし、協力金という制度も同じ趣旨だと思いますから、明らかに行政の目的を履き違えている間違ったリーダーの扱いだと。だからこそ東京都議会でやっぱり仲間をたくさん増やさなきゃならないというのは、やっぱり党としても大事な視点であるというふうに思っています。最後、政治概要。フランス店の及川です。枝野さん、田田さんの田田総一郎さんの番組で明日にでも総選挙をやっておく欲しいというような言い方でしたが、今現状で野党の候補者一本化進んでないわけですが、総選挙が決まってから野党一本化を進めるのか、それともその前からどれぐらいのスピード感で進めていこうとお考えか、あと令和新選組も含めるのかということと、最後に要望でクエスチョンタイムの後に、会見なりぶら下がりお願いします。はい、まず皆さん、僕何度も繰り返し申し上げてきてるつもりなんですが、皆さん勘違いをしておられるなと思うのは、参議院は一人区の数に限りがあったし、複数区もあったしということで、全ての一人区の一本化を目指して実現しました。衆議院選挙は初めからそんなことを目指していません。初めから50から100程度の選挙区を一本化できればいいと、すでに実現しています。すでに100程度の選挙区は野党候補が事実上一本化されています。なので前提が違います。以上です。はい、それでは今日の会見を終了したいと思います。はい、ありがとうございます。置いてきます。